泉明石町新党結成で兵庫県が大荒れだ。来ました泉房穂の乱でございます。何それ。いやまあ、明石町今話題になってるじゃないですか。ああ、なんか結構なんやかんやツイッターとかでね、いろいろね、うん、まあ、あの泉佐穂代表が11月中に地域政党を結成しますっていうのを表明されまして、うん、まあ、2023来年の4月の明石町選と、まあ、市議選で候補者を、まあ、自分の政党を作って両立していきますよってことを言われてますと。泉さん、なんかイメージとかある？やっぱりなんか国に対して、俺のところは子育てすごい頑張ってきたからめっちゃ増えてるけどね人口が、みたいなことを言ってるイメージ。言わんや、お前らはどうなんだろう。そうそうそう。後で作ったやつね。そうそう、まあ、独自の子育て政策で話題になったりとか、うん、例えばあの未払いの養育費をあの市が立て替えてくれたりとか、それ新しい政策だったりとか、あとなんか5つのやっぱ無料化みたいなで、まあ学校給食の、うん、中学生無料になったりとか、うん、それこそ第2子以降は保育料無料になったりとか、うん、まあ、いろんな、仕組みをやっていて、まあ、そこで子育て世代とかもすごいね、人口もめちゃくちゃ増えて、増えたんだよね、税収も増えるっていうところで、もう結構子育て世代とか、まあ、そういったところはものすごく絶賛されていらっしゃるっていうような、うん、方になっております。もうあのひろゆきさんですらもう絶賛してますから。あ、そうなんだ。もうアベプラとかでも大絶賛して、でこの前あの埼玉県の草加市議選って言った時に、うん、斉藤雄二さんっていうね、方がいらっしゃるんですけども、うん、その方のビラもね、明石モデル推進っていうね。そうそうそう、上の方に書いてある明石モデルって、そう、それを訴えちゃうぐらいの感じなんで、はい、もうそういったら明石っていうのが、まあ、ちょっと政治界隈ではかなりキーポイントになってますと。うん、ただこんな結構ね、まあ、いろんな方に、まあ、辞められた時も惜しまれている方なんですけども、うん、まあ、ちょっと暴言癖が一個ありまして、まあ、今期で政治家を引退することを表明されましたと、うん、まず1回目がありましたと、うん、2019年に、まあ、ちょっと週刊誌とかでも出たんですけども、まあ、燃やしてしまえみたいな、うん、あのちょっと道路とかのなんか土地の買収とかそういったものがあんまうまく進んでなくて、もう燃やしてしまえみたいな、一体費用で、その、まあ、それは、取得できてなかったから、その所有者だったりとか、あ、あのちゃんと交渉とかに対してもう火をつけて捕まってこいみたいなこと言って、それが録音データに出てしまったと。で、一応、まあ、それ叩かれたんですけど、全部の音声聞くと、ただ熱い人だったみたいな。あ、そうなんだ。みたいな感じで、まあ、ちょっと擁護もありつつ、でもパワハラはパワハラだから、うん、もう、どのつくパワハラではあるから、うん、まあ、さすがにやめないといけないよね、みたいな感じで、辞職しましたと。うん、で、一応2019年3月に、明石町選、これ出直し選挙みたいなありまして、普通パワハラやめたら勝てないじゃないですか。うん、ただ、もう圧勝します。すごいね。もう。めっちゃ人気なんだね。そう、もう、みんなこういうパワハラとかやられてたけども、勝っちゃうっていうぐらい、うん、本当だから、あの、初期の方の香川照之さんの報道みたいな。ああ、確かにね。そう。香川さんの、あの、写真とか出るとかね。プロセスの方が悪いんじゃないかみたいな感じで、やっぱその、ちょっとそれで、あの香川照之さんを辞めさせにはもったいないんじゃないかみたいな。うん、他の人だったらもう言っちゃうけど、ふざけんなみたいな。うん、香川照之さんだったら、こう、ちょっとね。なんか擁護したみたいな、確かにね、まあ、ちょっとその状態でしたと、うんうん、はい、っていうのが1回目ありましたと、うん、はい、で、まあ、ちょっとまあアンガーマネジメントとか、うん、もう講習とかやってもう二度とパワハラしないみたいな、怒り方の練習というか怒らないようにっていう、ただちょっといろいろその中でもいろいろ対立みたいだったりして、うん、まあ、そういうことを議会で否決されたものをそのまま推し進めようとしちゃったりとか、あとはあのある企業の法人税をツイッターで上げちゃったりとか、で、それでちょっとおかしいんじゃないかっていうところで、なんか問責決議案っていう、まあ、泉さんをちょっと否定するような、まあ、ちょっとそういった決議案が出たんですけども、で、その時に、まあ、ちょっとある明石の議員さんに、何は問責決議案、なんか賛成しようとしてんだよみたいな、うん、そんなことしたら次の選挙落としちゃるからね。ああ、これね。そう。これを知ってますよ、これが。これが最近話題になって、はいはいはい、で、これをきっかけに、もう今期で。政治家引退したところ2回目なんで、そういうことね、もう出直しはさすがにちょっと無理ですよっていうので、うん、もう政治家を引退しますっていうような、感じになりましたと、うん、で、まあ、さらに、まあ、元々この前から、まあ、副市長がこう異例のなんか2名退任したりみたいな、元職員に一回ガーガー言って、ああそういうことね、でちょっとたしなみでは変わらずちょっとあんま聞いてくれなかったみたいなとこがあって、やっぱこのちょっと癖みたいな、そうだったんだ、圧力みたいなのが、うん、まあ、ちょっとすごくてみたいなところはあったというふうに言われておりますと、はい、じゃあちょっと今後どうなっていくのかと、うん、はい、まあ、政治家引退されて明石どうなの、なんなら泉さんの子育て政策目的で引っ越ししてる人も多いから、ね、みんなそうだと思うよ、 でもここの今までの改革はもう継続してきます、だから自分の
まあ、言ったら同じ考え方が一致している赤石を立てに行きますみたいな。おお、そういうことね。そうだからそのための地域政党みたいな。私は辞めるけども、私と同じ意見を持ってる、同じ意思を持った、そう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 、はいはいはい、言ったらもうあの上皇みたいな、まあそうだね、泉上皇が誕生するっていう、天皇陛下を持っていうね、赤石町の上に泉上皇、はいはいはい、泉法皇が出てくるっていう状況になるんですけども、で赤石町が、で、あと赤石市議会、泉さんが本当やりたいけど、議会の過半数は自民党公明党で抑えられてたっていう、そうなんだ、過半数小池さんで、うん、過半数を取っていきますよ、提出されたんですけども、それを取っていくと、うん、で一応泉さんの新党で公募で一応6名程度擁立するっていうとこで今考えられてます。6名だったらでも取れない、足りないでしょ、うん、で今現在の状況でいくと自民党11、公明6が今、赤市議会の中にいて、うんうん、でその他8会派ぐらいあるんですよ。 あそうなんだ。なんか赤市めっちゃなんか1人会派みたいなのめっちゃ多くて、ちょっと細かくこの辺ちょっと赤市に住んでないしよくわかんない、うんうんうん、ちょっと外から見てあんまりちょっとよくわからないところであるんだけども、ちょっとそんな感じになっております。で泉さんはこの公募でこう6名だけじゃなくて他の8会派も含めて過半数取りに行くっていう、うん、あ、そういうことね。そうそう、まとめてるね。で例えば、泉さんも言ってたんだけど、なんか維新も6名程度用意すると聞いてるみたいなのをこの記者会見の時に話し出したんだけど、うん、まあ、維新もそのぐらい出てきて、だから合わせてみたいな感じですと。維新6名ちょっと立てすぎな感じもするんだけどね。でしかも、まあ、泉さんが出たとこって自公が減るのかっていうとそんなうまいこといかねえ。まあね、それはそうだよね。公明党は盤石ですし、うん、で自民党も別に明石で自民党弱いわけじゃなくて、うん、ずっと泉首相が人気の時も西村大臣がいる。ああそうなの。衆議院西村大臣、すごい強いじゃん。じゃあいやそうなんですよ、うん、もう西村大臣がいる、普通に自民党も強いところなんで、うん、そうするとこう外れるところっていうのを逆に煽り受けるのがこう維新だったりとか、そうだね、自公以外のところで選ぼうってなって結構維新の選択肢になりやすいんで、そこが泉さん取ってくるっていう可能性もありますし、うん、ちょっとそういったところは本当に過半数取れるのかっていうところはちょっと気になるところでありますね、うん、すごいですよ、泉さんパワハラじゃないですか、うん、でとこあったじゃないですか。で西村大臣も割と結構こう秘書官が辞めたりみたいな、うん、あ、そうなの。そうそうそう、そういうのがあったり。で維新の明石市議の、うん、森勝子さんって方もなんかこうパワハラを訴えたりとかして、ちょっと明石がすごいなんか明石焼きがパワハラ体制みたいな。いやいや、あんな、あ、なんか素朴な味のさ、なんかだしで食べるやつ、タコがちょっとアンガーマネジメント要素が、そんなことねえだろ、タコがそれ怒りを抑えるためのタコ焼きもあるからでした明石以外にでもちょっとそういうなんか、うん、不思議な縁があるっていう。だから過半数とも全然簡単ではないと。そうなんだ。はい。で、一応、泉さん、県議会の候補を、トップ当選をちょっと目指してます。うん、県議会もしかしたら立てるかもしれない。明石選挙区の。ここで立てるかもしれない。で、トップ当選したら全国展開もするかもしれませんみたいな感じで、だからこう、明石からも出ていく可能性もある。すごいな。まあ、一旦はまず、ここがメインなんだけど。うんうんうん、で、将来的にもしたら兵庫県知事選。で私が知事になった方が、県民は幸せだっていう。そんなこと言ってる。今のこう県知事はあんま評価してないっていう、あとそういった状況になっております。で実際2021年兵庫県知事選去年あったんですけども、うん、その時立民国民民主党の界隈、うん、まあ党本部の決定とか感じじゃないんで、うん、界隈って言いますけども、一応泉さん擁立検討してたんですけど、うん、一応辞退されましたっていう、うん、はい、まあ明石でやってたっていう、まあ、この出直し選挙があって、まあね、そこで辞めるのは途中で違うみたいな感じだったんですけども、だからもしかしたらこの今の知事評価してないんで知事選立ててくるかもしれないという状況になっておりますと。でさらにですね、立憲民主党の泉代表、同じ泉でしてややこしい、ややこしい、はい、立憲民主党の泉代表がちょっともうなんか子育て政策とか一致するんでこう連携を表明するみたいな。一致してたんだ。子育て政策とかなり相性はいいはずなので、はい、ただ泉首相の講演会がこうツイートで、まあ、こう連携表明みたいに言ったんですけど、いやそんなこと言ってませんみたいな。一応その協力で議員とかは全部協力してますけども、うん、めちゃくちゃ近づきすぎたりとか、はいはい、そういったことはしないですよっていう感じで、一応泉さんはその子育て政策とかそういう明石の子育て政策に共感してくる人をどんどん応援していくみたいな、うん、あんま党派性をつけたくないみたいな、多分そのツイートとかで見てるとちょっとそういうのがにじみ出てたのかなっていうところがございましたと。
実際参院選でも党派制関係なく応援してて、自民党の自見花子さんって方を応援してたりとか、あとは、国民社矢田和歌子さんって方を応援してたりとか、維新の岸口みのるさんを応援してたりとか、うんうん、で乙武さんの応援とかも表明されたりとか。あ、そうなんだ。だ乙武さんを応援したらふざけんなみたいな感じで野党支持者が叩かれてたりとか。だから言ったらライバルを応援されたら困るみたいな。やっぱ党派制を見るとそういうことが起こってしまう、うんうん、そうそうそうっていうのが、一つございましたと。はい。で、ここからです。立憲民主党がこう、じゃあなんで表明したのかっていう、うん、これはもうちょっとわかると言いますか、うん、今、参院選の兵庫選挙区、2019年、2020年比較してるわかるんですけども、立憲の兵庫は、もうめちゃくちゃ票数減ってるんですよ。確かに。で、全国比例区も、21万6000、もう約維新の3倍ぐらい差をつけられているっていうような状況で、ちょっと兵庫は今大阪化してきてるというか、大阪の立憲民主とかも壊滅、民主系が壊滅しているような状況で、大阪府議会とか2人しかいないんですよ、今立憲民主党。そしたら、で、兵庫もだんだん多分そうなってくるんじゃないかっていう。はいはいはい、で、維新がめっちゃ自民党よりも、票を取ってるってことで、ね、来年の統一地方選の兵庫県は、もしかしたら、自民党の自公での過半数が割れるんじゃないかって言われたりっていうぐらい今維新が兵庫で伸びてきていると。で、そうなるとだんだんこう、立憲民主党の議席が減ってくるっていう、ちょっと流れになるから、結構やばいと。うん、そこで泉さんのがこうなんか歯止めとなって応援してくれればめっちゃありがたいですよ、ね。仲間ですよって言ったら、もしかしたらそこでプラスになるかもしれない、ね。そう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 。ちょっとそういった可能性が出てくると。京都はね、福山哲夫さん再選勝たれたんで、はいはい、ちょうど今維新のちょっと勢いを、うん、まあ、橋完全にもう削ぎ落として、うん、一回維新が京都に行けないようにしてるみたいな感じなんですけど、うんうん、もう今兵庫はもう完全に城の中に入られてる状態。そういうことね。二の丸三の丸戻されて、あとはもう城郭だけだみたいな。うんうん、そういう状況の中で今、泉佐夫さんの援軍を待っているっていうのが今立憲の状態。うん、そう。だから、ちょっとここで欲しいと。うん、ただ一個問題があるのが、まあ、確かに、立憲にこの泉さんの信徒が応援してくれると、うん、実際維新の第三極票が多分、泉さんの方に流れるから、うん、自公以外の票をって言った時に維新に行かずに泉さんを行くから維新の流れを止めることも可能になっております、うんうんうん、一方ちょっと立憲じゃ選挙勝てねえなと思ったら、うん、その議員が泉新党行っちゃうっていう、あ、その可能性もあるの。立憲自体が弱くなっちゃう可能性があるんですね。そう、どっちに行くかちょっと分からないというか、例えば都民ファーストとかが出た時、できた時も、うん、民進党だった議員がめっちゃ都民ファーストで、あ、そうなんだ。そう。で、名古屋の減税日本の時も同じように、あ、民進党、民主系から減税日本に入ったりとか、やっぱ勝てる政党から。まあね。で、しかも多分、泉さんのやり方とか多分、泉久保さんのやり方の方にすごい共感する、うん。似てたらね、そっちの方でいいかなってなるもんね。ちょっとここは立憲のとこは兵庫どうなってくるのかっていうのはちょっと注目ですし、はい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 、あと維新がせっかく兵庫で今結構取りに行こうっていう感じになってる中で、うん、こう泉さんの力、政党がつけてくると、第三極票が2つ作ると、うん、割れちゃうからね。そう、第三局は割れるんで、うん、維新としてもあんま来てほしくないなってのは思ってると思いますっていう、うん、感じですね。はい。という、で泉さんは別に反維新でも新維新でもないみたいで。あ、そうなの。そう、参院選の組織、岸口実さんって方が多いんですけど、その証でずっとなんかやってたんで、維新の代表選の時はなんか梅村瑞穂さんっていう方となんか対談してたりとか、うん、そうそう、なんか自分の政策を進めてくれたら全員協力しますよみたいな、うんうん、この前那覇市長選のなんか尾長さんと話したりとか、そういうこともしてたんで、はい、ちょっとそういうところがございます、はい、ただ兵庫県知事選に関しては泉さん本人がいないと多分勝てないと思うんで、あ、例えば小池知事は人気だけど都民ファーストの議員が強いってわけではないんで、ね、同じように泉さんが立たない限りは今日地位は取れないんじゃないかなというのもあって、うん、泉さんもう引退するって言ってるんで、結局また出てくるのかどうかっていうのも、うん、ちょっと今後注目ポイントになってきますというところで、泉さんがどういうふうに連携していくのか、ぜひ注目してみてください。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。うん。